おもちゃの国アリスへようこそ。店主のレイと申します。はい、シャープ3331です。はい、今回紹介するのはですね、前回の最後にね言ったと思いますけど、今回は30 Minutes Sisters でやっていきたいと思います。で、こちらですね、以前紹介しました桜木マノですね、あちらとね他の衣装2つ、それとね同時発売されたんですけど入手できなかったね、入手難易度が結構高い、ようやっとね手に入れることができたこいつをねやっていきたいと思います。それがこちら、じゃんと、はい、こちらですね、30 Minutes Sisters オプションヘアスタイル&フェイスパーツセット、風の日和スラッシュ八宮めぐる、こちらをねやっていきたいと思います。で、こちらですね、この状態だと、まあ書いてある通りなんですけどね、頭部パーツこうですねとフェイスパーツしか入ってきておりませんので、首から下ですね、こちらボディパーツはついてきませんので、別途用意する必要性があると。最悪桜木マノをね3つ持っていれば、2つのねボディをこっちに移植すればね、なんとなく作ることができますが、いろいろねサイズ感があるんでね、そこを再現するためには別ボディをね用意する必要性があるというふうになっております。パッケージはこんな感じで、横を見るとこういう感じになっておりまして、ここですね、フェイスパーツ、これが一応2種類ですね。ただこれを見る限り右目線左目線なんで、ちょっとここですね、日和の方がちょっとどうかなっていう気持ちもね今あるんですよね。まあ一応こんな感じでねフェイスパーツがついてて、ここですね、首から下ですね、こちらのビヨンドザブルースカイですね、こちらボディーパーツをつけることによってやっと完成すると。他の組み合わせ方法がね一応こんな感じに載ってたりとかしますよと。で、横ですよ、反対側で、さらにこっちというね流れになっておりましたと。はい、では早速開けていきましょう。ではレッツオープン。はい、箱から出したのがこの形となります。説明書がね上にありますけど、本来はそこですよと。まずはランナーから見ていきましょう。で、1枚目のランですね、まあこちら見ていただきますね、黄色と黒がありますけど、これですね、2人のキャラクター分混ざってるって感じですね。なので1つの袋に1つのキャラクターっていうわけではないってね、そんな感じになっております。こちらの黒い方が日和ですね。で、こちらの方がめぐるという感じになっておりますよと。で、こちらがフェイスパーツ。まあ予想通りですね。こちら側。右目線と左目線なんでね。まあちょっと扱いづらいっていう感じかな。はい。あと頭部パーツの中身も入ってきております。で、こちらがめぐるの方ですね。一応こちらも正面目線は、両方ともなさそうですね。これが右、左なんでね。正面目線がやっぱり欲しいところですね。はい。まあ一応こんな感じのね、表情パーツになってましたと。で、説明書の方がダーンとこういう風にありまして、30 Minutes Sisters オプションヘアスタイル&フェイスパーツセットとなっております。2つのキャラクターを作ることができますが、首から下はないんでね、用意しなきゃいけないと。で、他のボディーパーツを組み合わせた一例がねこんな感じになっておりますよと。で、中身いきまして、こちらフェイスパーツがねこんな感じのパーツリストが載ってきておりまして、中行ってこんな感じで作るときですね、ボディーパーツに関しましてはオプションボディーパーツですね、ビヨンドザブルースカイの方の1番と1番の組み合わせで日和と、で3番1番の組み合わせでめぐるになりますよと。で、頭パーツはこんな感じで作っていきましょう。キブパーツもね2個ありますんで、両方のキャラクターをね同時に作ることができるというふうになっておりますよと。で、これができましたら、それぞれの髪の毛パーツですね、こちらの方作っていきますよと。まあ後ろ髪とかでこの辺に関しましてはね、だいたいいつもと同じ感じですが、めぐるの方がちょっと特殊かな。一応こんな感じで作っていきますよと。で、組み合わせてこう仕上がったら完成。あとは用意しておいたボディーパーツの方に組み付けてあげれば、それぞれ完成して、で、表情パーツの交換方法が載ってるっていうね、中身になってましたよと。はい、まあ組み立て方に関しましてはね、従来とね同じ方式となっておりますので、今回組み立て、次回はギミックっていう風にね分けることなく、今回組み立て、そして以前紹介したボディーパーツ、それとね組み合わせて、それぞれのキャラクターで、ね、完成やっていきたいと思いますんで、早速ですねパーツの方をざーっと用意してしまいたいと思います。はい、パーツ引き準備できましたと。こちらが日和、こちらがめぐるという風に用意してあります。まずはこっちですね、日和の方から作っていきたいと思います。で、表情パーツに関してはこいつですね、口のパーツ小さかったんでね、あらかじめ入れておきましたと。こちらも同様ですね。で、めぐるの方も入れてありますと。あと髪の毛パーツのこの白いやつね、ここの部分も小さかったんで、ね、あらかじめ入れておりますけど、所定のポジションにブスッと刺しておしまいとなっております。で、まずは頭部パーツの中身ですね、ここの部分に関しましてはいつもと同じなんで作っておきまして、これに対してまあ表情パーツ適当に入れておこうかなと。で、これがね用意できましたら、後ろ髪を用意すると。後ろ髪がこいつですね、こいつにベースとなるねこちらのパーツをここに組み合わせてあげましょう。で、横のところにこちらのパーツを入れると。これもね向きは決まっておりますが、
ここにピンですね、がありますので、これがね、上になるように、しっかりと形状合わせでぶっ刺してあげると。で、これができましたら、上のところに、こちらのパーツね、これをブスリと差し込んであげると。こんな感じでね、作りましたと。で、出来上がりましたら、先ほど用意しておいたね、こちらのパーツの横のところに、こちらのね、短い方の髪の毛パーツ。こっち側には長いやつをつけますよと。で、その時に、髪飾りというかね、こちらのパーツがあるやつ、ないやつがありますんでね、選択してつけましょうと。で、これがね、用意できましたら、先ほど作っておいた後頭部でね、このパーツと組み合わせてあげると。そして、前髪パーツをここに入れて、上のところに穴埋め用のパーツね、いつものこちらの穴埋め用のパーツを、向きを確認しながら、ここにね、しっかりと入れてあげると。そうすることによってね、とりあえずこちらの状態はできましたと。で、これができたらね、ちょっと避けておいて、今度後頭部でね、ポニテパーツを作りますよと。とりあえず、こいつ、それと、こいつね、こちらを重ね合わせましょう。で、これがね、用意できましたら、さらにもう一個ね、ここに重ねると。で、こちら髪の毛パーツね、非常にツンツンしておりますんで、この辺適当にね、掴むと、ボキッとね、折れますので、十分気をつけながら、組み付けてあげる。あと、こんな感じのね、ザラザラのところだと引っかかってね、先端かけるんで気をつけましょう。用意できましたら、こちらのパーツ2つですね、このジョイントを作ります。で、軸が長い方が頭部パーツ側。短いのが今作っておいたポニテパーツ側っていうかね、こっち側になりますよと。で、ここのですね、中間。ここのところに、この青いやつと白いやつですね。このパーツ2つをね、組み合わせたものを用意してあげましょう。で、これを中間に挟む。または挟まなくてもいいみたいなんでね、好みでね、つけてあげればいいみたいなんですけどね、一応こんな感じで用意してあげまして、これね、ブスッと差し込んであげれば、これで頭部パーツ完成です。思ったよりもパーツ数が多いっていうね、そんな感じになっておりましたと。とりあえずこれでね、日和の方の頭部パーツができたので、次にめぐるに行きます。これとまるっきり同じ構造じゃないんで、完全新規で作るという感じ。とりあえずベースパーツは一緒です。あと表情パーツね、これも組み付けておきまして、まず中に入れるパーツね、これを用意しますよと。これができましたら、これじゃあちょっと避けておいて、先に後頭部ですね。このパーツに対して、こいつをね、ブスリと差し込んであげる。で、2箇所のくぼみですね。ここの部分に、こちらの髪の毛パーツを入れるよと。流れが決まっておりますので、それをね、把握しながらね、ここの中のところに、プチプチっと入れてあげましょう。これが入りましたらね、ちょっと避けておいて、最初に作ったこちらのパーツの横のところに髪の毛パーツを入れますよと。とりあえずね、こちらをね、髪飾り付きのやつにしたと。で、これが用意できましたら、組んでおいた後頭部パーツとドッキングさせると。で、組み合わせるとこんな感じでね、ここに入りましたと。で、あとは前髪パーツとして、こいつとこいつをまずは組み合わせましょうと。このパーツめちゃめちゃ細いので気をつけてね、作ってあげると。で、出来上がったら、ここにね、ブスリと差し込んで、上のところに穴埋め用のね、パーツを入れてあげましょう。はい。これでとりあえず、頭部パーツのベースはね、出来上がったので、今度、後ろですね、ここのところに取り付けるパーツを用意していきますよと。こいつと、こちらのジョイントを組み付けてあげましょう。これをもう一つ作ってあげると。で、これがですね、用意できましたら、向きとしてはね、一応こういう感じかな。外側に広がるようなイメージで用意してあげるっていうね、こういう風に用意してあげまして、今度ここの部分にこの白いやつですね、このリボンパーツを入れてあげますよと。で、とりあえずこいつですね、上のところに印がねありますよと。こいつですね、かなりわかりづらいですけど、ここのところにちっちゃな点があると。これをですね、向きとしてはこういうイメージかな、上の方が大きくなるようなイメージで持ってあげまして、さらに点ですね、それがまあ後頭部側というかね、になるような感じで持ってあげまして、これをここに通します。で、組んでおいた頭部パーツのここにぶっ刺してあげると。このような感じでね、つけなきゃいけませんよと。反対も同様にね、つけてあげましょう。で、これが入ったらここに入れると。ちなみにこちらのリボンパーツに関してはね、下の方に行きすぎるとかなりブラブラしますんで、まあこちらね、組み付けたボール部分ですね、のところにはめ込むようなイメージでセッティングすると。で、こちらのパーツもですね、先ほどのこちらとね、同じような感じで、ね、入れても入れなくてもね、いいみたいなんで、好みで取り付けるという感じになっておりました。はい、
これにてね、頭部パーツ自体は完成なので、これで終了っていうね、感じになりますけど、これだとね、ただのね、生首になってしまいますんでね。以前紹介した2種類のボディーパーツ、それにね、つけていきたいと思います。こちらのボディーパーツ、ビヨンドザブルースカイですね。こちらのボディーパーツを用意します。で、こちらのボディーパーツ、胸部ですね。こちらが全部で3パターンありまして、1、2、3というふうにありますよと。日和を作るときには1と1。1と1ですね。の組み合わせになります。めぐるの場合は3と1なんでね、この部分の組み替えが、ね、必要になりますけど、とりあえずこんな感じでね、用意しましたので、こちらのボディーパーツのところに頭部をね、組み付けると。で、これ、やりづらい場合は首パーツを先に入れて、頭部をね、刺すようにした方がいいと思いますけど、組み付けるとこのような感じで、日和完成と。こちらとね、同じようなイメージで、ボディーパーツをね、さらにもう一個用意すると。これも同じですね。胸部パーツは日和と違いまして、めぐるは3と1なので、3番、1番で用意してあげると。で、これが用意できましたら、あとは、こうね、頭部パーツをブスッと差し込んであげれば、これでめぐる完成というふうになりますよと。まあ、パッと見ですね、首から下、同じようにね、見えますけど、胸部パーツの違いでね、ちゃんと違いを再現しているという感じになっております。一応正面がこっちね。で、横ですよ。後ろは、こんな感じ。で、あと、反対側っていう。そして、上っていうね、そんな感じになっております。可動部分に関しましては、とりあえず頭部の可動域はね、基本的にいつもと同じ感じ。ポニーテール部分で左右のね、スイングができるのと、多少のね、跳ね上げができますよと。ただ、ここの部分をですね、この辺引っ掛けて折らないようにね、十分気をつけながら動かしてあげましょう。とりあえず、こちらが日和でしたと。で、めぐるに関しては、とりあえず頭部のね、可動は左右動かすことができて、上とか下はいつもと同じ感じ。後ろのこちらね、髪の毛パーツも一応ここでね、稼働させることができますよと。はい。多少スイングさせておいた方がいいかなと。ちょっとここのですね、髪の毛パーツ。これがですね、本体っていうかね、ボディの方に引っかかりやすいので、そこの部分は十分気をつけた方がいいでしょう。あと、今回の頭部パーツっていうかね、首パーツに関しましては、ここ、左右のね、稼働のものになっておりますので、前後にね、大きく動かしたい場合は、別途ですね、他のフェイスパーツセットというかね、そちらから首パーツをね、持ってくれば、前後の稼働もできるようになっておりますよと。はい。一応こんな感じですね。まあ、これをね、やるためには、ボディーパーツが2つ。今回の頭部パーツというふうに、複数買わないとね、再現できないのがちょっと惜しいですけどね。一応こんな感じでございましたと。ではですね、もう一種類のね、ボディーパーツがありますんでね、そちらの方にね、交換したいと思いますんで、頭部パーツね、外してしまいたいと思います。はい、頭部パーツ外し終わりましたと。で、次に用意するのが、こちらとこちらのボディーパーツ。アルファシスターズファンタズムですね。こちらのボディーパーツを用意しましたと。で、ここのボディーパーツに関しましては、胸部パーツが違いますよと。こっちのですね、胸元が開いてない方が日和、開いてるやつがめぐるとなっております。で、付け方はね、先ほどと同じなんですけど、まあ見ていただくとね、ちょっと分かりづらいと思いますけど、ここに首パーツを残しておりますよと。なので、こちらの首パーツはね、こっちにね、付けっぱなしでいいと思いますけどね。こっちのアルファシスターズファンタズムの方には、もともと首パーツがね、セットされておりますので、これを利用してね、付けてもいいですよと。まあ、これただにブスッとさせば OK でしたと。はい。一応この感じ。で、もう一体ですね。こちらも同様に、ブスリとね、差し込んであげれば、このような感じにすることができると。先ほどのね、こっちのボディーパーツをね、違って、また印象が変わるという感じになっております。とりあえずボディパーツはこんな感じになっておりますので、この状態で表情パーツもね、交換のお話をしていきたいと思います。表情パーツの交換自体は、こちらね、ちょっとめんどくさいんですけどね。まずは前髪パーツを外しましょう。で、この状態で抜ければいいですけどね。抜けないようだったら全体的に解体しましょうと。では外し終わったら別の表情パーツを組み付けて、前髪パーツを戻すと。そうすることによって表情パーツの交換が完了すると。で、こちらのね、髪飾りなしの状態ですね。その状態にするためには、一旦ここをね、抜かなきゃ厳しいかなと。というのも、ここの膨らみですね。これが内側に入っている関係で、真横に抜こうとしてもね、多分抜けてこないので、一旦浮かせるか、こういう状態でね、外してしまって、ここを抜いて、これに変えて、で、元の状態に戻してっていう工程を挟まなきゃいけないので、その段階でね、上の髪の毛パーツ、この穴上ですね。このパーツが吹っ飛んでいく可能性もありますんで、十分気をつけましょう。ない状態にするとこの形。プラスここのパーツもね、外してしまってもいいかもしれないですね。一応こんな感じで表情パーツとかね、髪の毛パーツの交換ができるというふうになっておりましたと。
で、もう一つ、めぐるの方ですね。こちらも同じ感じになっておりまして、表情パーツの交換は前髪外しますと。ただ、ここもですね、特にこちらのピヨンと出てるこいつをね、破損する可能性がありますので、十分気をつけながら外してあげて、ここから表情パーツを引っこ抜いて、付属してるやつに変えると。で、こちらのパーツを差し込んであげれば表情パーツの交換ができました。こちらの髪の毛パーツですね。これに変えるときは、先ほどと同じような感じでね、可能であれば分解。それか、こういう風にね、頑張って隙間を作ってあげて、横のパーツをね、抜くようにすると。ただ、これもね、かなりやりづらいと思います。あと、ここと、ここのパーツ。後頭部の方で一応ホールドされてるんですけどね。最終的にロックしているのはフェイスパーツですね。ここの根元の部分で押し込んでる感じになっておりますんで、これを緩めた時にこいつがね、ポロッと取れる可能性もありますんで、十分気をつけながらね、このパーツを横に抜くと。で、これが外れましたら、付属してるやつに変えて、押し込んでみたいなね、そのような感じで交換してあげましょう。あとは前髪をね、元に戻してあげれば、これでね、こちらの髪の毛パーツ、元の状態にしましたと。で、あとは、こいつね、組み付けてあげれば、こんな感じになりましたと。まあ、このような感じでね、ボディーパーツはありませんけど、ヘッドパーツだけはね、なかなか良い造形しているかなと。ただ、細かいパーツなんでね、どっかに引っかかってポキッとね、折れたりする可能性がありますんで、十分気をつけてね、取り扱う必要性はありますけど、まあ、いいんじゃないかな。今までね、30 Minutes Sisters シリーズね、持っている人はね、他のボディーパーツを組み合わせてみるとかね、そんな感じで楽しんでいただければいいと思います。ただ、まあ、惜しいのは、ボディーパーツがないんでね、別途用意しなきゃいけないっていうね、点もありますが、目線がですね、やっぱり正面の目線がないので、そこがちょっと惜しいかなと。別途売っておりますね。瞳デカールがね、ありますけど、それだと多分こちらのね、瞳はね、カバーしきれてないと思いますんで、今後ね、こちらの、シャイニーカラーズのキャラクターですね。以前紹介しました桜木マノですね。そちらにも対応するような瞳デカールがね、出てくれれば、うまくね、ノッペラフェイスと組み合わせてね、正面目線作ることができると思いますよね。それがない状態だと、目線がね、限られてしまうんでね、気持ち扱いづらいと思いますけどね。まあ、なかなかいいアイテムだと思いますんで、今後もですね、再販される機会がね、あると思いますんで、店頭で見かけてね、気になった方はね、ぜひともチェックしていただきたいと思います。はい。ということで今回ですね、30 Minutes Sisters オプションヘアスタイル&フェイスパーツセット、風の日和スラッシュ、八宮めぐる。こちらですね、紹介していきました。はい。ということで次回ですね、次回もですね、またね、アイドルマスターシリーズをやっていきたいと思いますが、そちらですね、SH フィギュアーズでね、展開しております、トールテーマをね、元に作られているやつの第2弾ですね。そちらをね、次回やっていきたいと思います。はい。それではまた次回お会いしましょう。バーイ。